まあまあね。ドキュンには出会えなかった。いや、いたな、何人か。いたね。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。サラちゃん、見てるくるぶしです。そうです。いいっすね。まあ、眩しい。ここどこ？ルーメンがすごい。すごいよ。目の奥に刺激がすごいもんだ。あのね、球場のやつこれ。今回は千葉県の市川市にある大慶園。ドキュンの聖地、大慶園。前回は昼間ね、そうそうそう、全然健全な時間に来ちゃったんで、うん、ただ今日は、うんうん、フライデーナイト時間にして21時38分。やばいね。こんなもん今からもうカツアゲカツアゲやで。ここね、結構さ、駐車場広いじゃない。うん、満車ね、ほとんど。おかしない？ディズニーランドぐらい混んでる。うん、すんごい人いるんじゃない。ちょっと怖いんだけども、うん、今日はね、夜の大慶園でいろいろ遊んだり行きたいと思いますんで、お付き合いください。それではレッツゴー。いや、まず見てよこの。いや、っていうか、あのあれやな、うん、最初にさ、うん、あの入り口見つけて、うん、入ってこようとした時の俺らの、うんうん、そのリアクションを普通に撮れてたらよかったな。面白かった。二人でうーわっつって、うーわ言うたな。もう一回撮ろうか。うーわを、うーわだけ。ここがさ、この感じよ。えぐい。子供連れとかも意外といるのね。あ、本当だ、ね、あの球場の照明。すごいよ、すごいよ。いや、相変わらずですね。相変わらずですね。おもろい。いや、ワクワクするな。ここなんか敷地内なのに道路みたいだもんね。ここ、そうだな、うん、前来たんでもう1年以上前やんな。そうね、寒なかったもんね。そうね、だってあれ夏だよ。夏か。ひまわり撮ったもん、その帰り。あのそうだよ、そうそうだな。寒い、寒いね。ね、あ、でも、うん、でバッティングセンター、なんかもうバッティング対決とかでも一本いけそうだしね。いろいろやっていきましょう。やっていきましょう。はい、いきましょう、はい、今日もウォーニング。ワーニングだよ、本当にマジで。ちょっと急にチンコが痒くなってきた。うわ、すごいな。まあでもやっぱ昼と夜じゃ全然顔が違うね。そうね、だいぶやっぱ夜の方がすごいね。ドキュン臭がえぐいな。えぐいよな。いやー、すごい。さあ、じゃあ今日はまず何からいきますか。今日は、まあちょっと本当はゴーカートを行きたいなと思って。なるほど。じゃあゴーカート行きましょう。じゃあちょっと行ってみましょう。レッツゴー。なんか、あ、ここみたいですよ。あ、乗ってる。なんか、あの、マジで？うん。今、密だからどうなんだろうな。そうやな。いやー、すごいな、やっぱり。すごいな。何個電球あるんだろう。乗りてー。すごいよ、本当に。この先は気ぃつこうなってこと。あ、マットの上だけ。あ、こっちはいいよ。そうね、ちょっと待って。うわ、いいね、いいね、白濁して。ここから回るってことか。そうね、
こっちはもうキッズ向けエリアみたいな。なるほど。絶対俺ここ子供連れてきたくないわ。でも思いのほか多いね。多いね、めちゃくちゃ。なんかやっぱもうそのそういう場所になりつつあるんじゃない？そうね。もう安心安全。ああ。びっくりした。今2人これに見てました。どんなもんなのかね、あの調査してみたいと思います。はい、じゃなんかちょっとこんなもんおもちゃやろ。前ね、前に小学生乗れたよ。一応2人乗りで800円らしいんで、あのそんな安くもなく高い。いやそうねそうね、80円でいいやろ。80円、駄菓子屋レベル。はい、ということで2人で乗っていきたいと思います。ラビゴール。そうっすね、あの全然世界が違いました。
ま、ただマジで、うん、土建っぽいやつの数が異常。そうね、結構いましたね。かわいい。みんなチーズバーガー好きそうな顔しやがってそれは知らんけどいや、でやっぱ変わるね。そうね、うん、でなんかこの子供のいる感じで、あ、そう、なんかすごい不思議な感じやわ。不思議な感じ、うん、独特の世界でしたね。いや、まあでもなんか思ってたよりもなんかその殺伐としてなくて、ちゃんとちゃんと楽しい体験でした。首からチェーン下げてるやつとかいなかった。そうそうそう、ボーイのねシューみたいなやついなかったですね。多分これが15年前とかならまだいたと思うんですよね。そうはそうやね、今の時代はもういないのかな。まあね、うん、あ、やっぱ人気スポットやね、ほんまに。普通に人はたくさんいるね。めっちゃいる、うん、すごいわ、うん、ね、みんなもね、ぜひね、うん、ぜひぜひ、うん、千葉は市川市にある大慶園を遊びに来てみたらいいんじゃないでしょうか。お、店内は撮影禁止だぞ気をつけろよ可愛かったぞはい、ということで本日は、夜の大慶園、ドキュン狩りをしてみた、お送りしました。ありがとうございました。人口かゆい。くれたのは消えない甘い